ちは、バイオレラプロジェクトアスレチックトレーナーの日高雄一郎です。個人的にはアスレチックトレーナー界最強ランナーとして元気に走っています。今日はですね、ハムストリングス、ももの裏側の筋肉の肉離れを予防するエクササイズについてお話します。怪我を予防するエクササイズ、例えば足首の捻挫を防ぐとか膝の怪我を防ぐとか、そのためのエクササイズっていろいろあると思うんですけど、このハムストリングス、ももの裏側の筋肉の肉離れを防ぐエクササイズはすごくシンプルで分かりやすいので、これ2つあります。これ紹介しますね。1つ目はノルディックハムストリングっていうエクササイズなんですね。でノルディックハムストリングっていうのは、膝で立ちますね。でそれで足首を後ろから固定されている状態で、それ専用の道具もあるんですけど、ない場合は誰かパートナーに足首をしっかり押さえてもらう状態から始めます。そして手は胸の横ぐらいに置いておいて、そこからゆっくり前へこうずっと倒れていくんですね。でこれ時間をかけて、なるべく耐えてそのままもういけないところになったら手を出して地面まで降ります。そして元に戻ります。これ上がってくる動作はあまり重要ではないので、下がっていくのが大事です。でまた上まで行ったら、またこうゆっくり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 で、あーっぱって、でまたこれで戻る。これがノルディックハムストリングですね。でもう一つはルーマニアデッドリフト。でこれは立った状態で、重りはまあ前にこうやって持ったりしますね。でそのまま前にずっと行くんですけど、その時にお尻を後ろに出すような感じで、膝は曲げない、で背中もこうやって丸まらない、そのまままっすぐこういう風に股関節が、軸になってですね、でそこでまた上がってくるということですね。でこう降りていくと、その降りていく時にももの裏側にこう伸びていく、ストレッチされている感覚があると正解です。これが背中に来る場合はしっかり姿勢が保ててないので、そこだけ気をつけてくださいね。で膝はちょっとだけ曲げますけど、それ以外はもう基本的にはまっすぐです。でそのままゆっくり降りていって、でももの裏側がもうこれ以上いけないっていうところで元に戻る。でまたまっすぐ行って戻る。これがルーマニアデッドリフトですね。でこのエクササイズを1日目初めて経験がなくて10回ぐらいやると、次の日も確実に筋肉痛になるので、まあもう1回か2回やって OK です。でそれをずっとこう継続していく。これ研究の結果ではですね、たくさんやってもちょっとでもあまり変わらないよっていう結果が出てるので、だからこれはですね、もうちょっとだけを継続してやっていくっていうのが大事なのかなと思います。まとめいきます。もも裏の筋肉、ハムストリングスの肉離れを防ぐエクササイズは2つ、ノルディックハムストリングスとルーマニアンデッドリフト、この2つを数少なく継続的に繰り返すっていうのをやってみてください。何か質問があったらコメント欄によろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。